皆さんこんばんはジェームスです9月9日木曜日まで全世界の気象庁の意見は台風13号について韓国と日本に影響を与える確率はないという意見が大半ですしかし台風14号については9月9日木曜日までに台湾を通過して中国に行くか中国に行ってまたよみがえって韓国と日本に来るか台湾で方向を変えて韓国と日本にすぐ来るかについては意見が違います 台風13号は、全世界の気象庁いずれも10日金曜午前、中国の残ン南東約680キロ付近に到達した頃には、最大風速秒速27メートル、強風半径210キロに発達している見込みで、予想経路通りなら、13号台風、コンソンが韓国と日本に影響を及ぼす可能性はないと、世界の気象庁は観測しています。 台風14号は、今月10日金曜日の午前9時には、マニラ北東約700キロ付近の海上で、11日午前9時には、台湾、台北南南東約470キロ付近の海上にまで移動すると見られ、12日午前9時には、台北の南約380キロの海上に達する見通しです。しかし、台風13号とは違い、台風13号は来週頃大韓海峡を北上する可能性もあるという予測もあります。 もちろん、宣告申し上げましたように中国に行って消滅したりまたよみがえって韓国と日本でなければ台湾からすぐ韓国と日本に来ることもできます一方マニラ付近の台風13号コンソンとフィリピン東沖の超強力台風14号チャンプに近くに熱帯騒乱が発生しましたこの熱帯上乱 96W は北西に進み日本の沖縄付近に向かうことが予想され台風13号コンソン14号 台風14号と同様に突然台風として発達する可能性もあるので消滅すると多めに見てはいけません地震についてよく見るようにします9月8日午前10時48分にメキシコでマグニチュード7.4の強震が発生しました9月8日午前3時41分に岩手県南部で3.8の地震が発生し11時23分頃に岩手県北部で M の地震が発生しました 9月8日、岩手県の2回連続地震は、バヌアツ、トンガ、メキシコ地震との関連性があるように見られます。また、7月末から9月初めにかけて、引き続き強震が発生しています。7月22日のパナマ6.7の強震を皮切りに、さらに数日おきに、強震が発生しています。7月24日、フィリピン6.7強震発生。 7月29日、アラスカ8.2強震発生。8月12日、フィリピン7.1強震発生。8月13日、サウスサンドイッチ6.7強震発生。7.5強震発生。8月14日、アラスカ6.9強震発生。8月14日、ハイチ7.2強震発生。8月16日、サウスサンドイッチ6.9強震発生。8月18日、バヌアツ7.1強震発生。 8月22日、サウスサンドウィッチ6.8強震発生。そして、昨日、9月8日に、メキシコで7.4の強震が発生しました。現状から見て、日本でもマグニチュード7以上の強震が発生する確率が非常に高く、今日、東北の岩手県で2回連続地震が発生しましたが、東北地域で強震の発生可能性が高いと思われます。東北にお住まいの日本の方は、ご注意ください。 また最近石川県で引き続き地震が発生しています何度も申し上げましたように石川県で共振の可能性がありますのでご注意くださいチャンネル登録がまだの方はチャンネル登録をよろしくお願いします最後までご視聴いただきありがとうございました